はい、こんばんは。今日毎日放送で、Zoom で出演した夜なんですけども、頭もセットしているうちに何か喋ろうということで、この夏の害虫というこの字はそのままに、まあ番組で話せなかったことを話します。で、まあ、トコジラミメインでしたけど、やっぱり今の時期は蚊ですね。で、蚊は、昼は、一筋島かですね。で、一筋島かは、青森より南にいる蚊なので、北海道にはいないです。で、まあ、東北とか北海道に多いのは大和ヤブカですね。で、大和ヤブカは沖縄にもいますし、北海道にもいますし、千葉にもいますし、高い山、高地とかにもいます。で、東北とか北海道に大和ヤブカが多いなと。特に一筋島かいない北海道では大和ヤブカがすごく多く感じますね。で、まあ他にもたくさんあるんですけど、メインはこの一筋島か大和ヤブカ。ですが、まあこの機会なんで、いろいろ書きますと、大黒ヤブカがいますね。これは、汚い水たまり、まあ、小枝目とか、汚水、汲み取りの汚水とか、そういったところで幼虫が育つ蚊で、まあ、東村山に行ってた時には、その竹やぶで、その便草っていうところから、まあ、大黒やぶ蚊が発生していたと。で、他に東郷やぶ蚊ですね。これ、海軍の東郷平八郎から名前がついた東郷やぶ蚊。で、これは、今では海岸の岩の、潮だまり、そこに限定して、そこだけにいるという状況ですね。で、これは夜に刺すということで、釣り人を刺すカーですね。で、まあ、主に昼間刺すカー、まあ、他にも、まあ、言い出すとキリがありません。ムナノキヤブカとか、ちょっとマニアックですね。まあそんなこと言ってるとハトリヤブカもそうですしとか言ってもういっぱいになっていきます。沖縄ヤブカ、まあこれぐらいにしときまして、まあ次夜に刺す蚊ですね。で、夜に刺す蚊、重要なのが赤い絵蚊です。で、これは全国に分布して、夜寝ている間に寝室で、人を刺して、血を吸うと。で、他にその小型赤い絵蚊ですね。で、私の先生、上村清先生とか、その先輩の先生である笹先生とかが小型イエカっていう名前に戻したくて、小型イエカという名前を提唱しています。で、まあ小型イエカと小型赤いイエカは同じですね。で、他に品浜だらかですね。で、この浜だらかが昔、マラリアを移していた蚊ですが、これも品浜だらかに限らず、大鶴浜だらかとか、大鶴浜だらかとか、大浜浜だらかとか、小型浜だらかとか、大森浜だらかとか、結構たくさん浜だらかは、種類はあるんですけど、なかなか見つからないです。これを見つけたら、まあ、レアということで、まあ、実は八千代市の近くの、すぐ近くの水田で見つけたんですけど、本当に1匹だけとか、まあ、印旛沼で、見つけて、まあ、喜ぶぐらい、レアで喜んだというぐらい、まあ、もう本当にこの辺り珍しいですね。あと、そういえば、稲敷市ですね。稲敷の、まあ、遊園地といいますか、まあ、そういうレジャーランドといいますかね、まあ、そういうところのトイレとかで浜だらかを見たこともありますね。で、まあ、こういったものが蚊の種類で、まあ、昼に、行動しているときに刺す蚊、夜寝ているときに刺す蚊と、まあ、それぞれ、専門の時間帯があるんですけど、他に、まあ、今、山とかに行くと、ブユですね。で、ブユっていうのが、まあ、標準的な名称で、これは関西では、ブトですね。で、関東では、ブヨです。
ですからその記事を書く、まあ、ライターさんとかがよく記事にされる時普通にブヨで書いてる人が多いので、まあ、私がまあ標準をブヨにして関東はブヨ、関西はブトと、まあ、いうふうにちょっと直したりするんですけど、まあ、ブヨの方がまあよく知られているぐらいですね。でこれはもう本当に傷つけさせて舐めるという血を舐めるという感じでもう腫れが長く続くというふうに言われてますね。であとそのコバエですね。この夏っていうのはコバエなんですけど、そのコバエっていう総合的な名称にしてしまってんですね。まあちょっとこっち川ですよね。川は本当に蚊に属する蚊っていいんですけど、コバエっていうそのまあ大まかにまとめすぎた名前の中にたくさん入ってて、まあ黄色症状バエ、黄色症状バエは、まあ、生ゴミとかまあ果物とかバナナとか、まあ、そういったところにたかるハエですよね。で、まあ、この時期飲みバエですね。これもそのゴミの生ゴミのとこに、います。飲みバエっていうぐらいで足がすごくなんかたくましいハエで、ちょこまかちょこまかと歩いているそういうハエですね。でこれがまあ結構捕まえにくいと言いますか、まあ、潰しにくいと言いますか、叩きにくいんですけど、あんまり多く発生するとご飯の上に乗って歩いてしまうと。でこれが要するにゴミとかのゴミに発生する蚊ですね。あ、ハエですね。ゴミの、はい。で蝶バエですね。でまあ王蝶バエと代表的な王蝶バエと、まあ、星蝶バエがあるんですけど、まああのあんまり星蝶バエこれも、まあ、ちょっとレアっていうか、まあ、見つけたらちょっと珍しいなっていう感じで、王蝶バエがほとんどですね。でこれがそのぬめりといいますか、あの水垢といいますか、そういうところにいるんですね。排水口とか要するに浴槽の、まあ、濡れたままの部分とか、まあ、そういったものを餌にしているスカムとかですね、そういったところで幼虫、お、蝶梅止まりましたよ、これ。すごいですね。蝶梅の話をしてたら蝶梅です、これ。これ、お蝶梅です。ちょっと小さいでしょうか。これですよ。なぜこれがここにいるのかっていうんですけど、外から入ってきたり、まあ本当に普通に、まあ洗面所付近にいる場合もあるんです。これ本当にお蝶梅の話したら、ここにお蝶梅止まるって、すごいですね。まあこうやって見ると大きくないんですけど、まあ、王蝶梅ですね。要するに王蝶梅、これ、小さくて見えませんけど、こんな形のやつですね。あ、飛びました。あ、ここに止まりました。なんか目立ちたがってますね。赤い映画のところにいます。これはここに止まってほしいですよね。で、こんな形。まあ、三角形みたいな。まあ、平たく言うと三角形みたいな。お、一筋島間のところに止まりましたけど。で、これが、まあ、蝶梅ですね。でこれはそのぬめりとかそういうところにいるんですけど、他に黒羽キノコバエ、でこれは腐葉土で、要するに腐葉土っていうと、まあ腐った葉っぱの土ですけど、まあ腐葉土に限らずその鉢植えの鉢の土とか、カブトムシの育てる飼育容器とか、そういったところで発生します。で小さなハエということでコバエって言ってるだけで、コバエというハエがいるわけじゃないです。コバエっていうのはこういくつかの種類の小さなハエの総称ですね。だからこのコバエとかいうのとブユとかと同じカテゴリー の名前ではないですので、それで、まあこれはまあ総種目ですね。で今の時期はちょっと少ないですけど、ユスリカとか、これは春先に大発生して、まあ、コンビニとか明るいところにたくさん止まってる背筋ユスリカとか、そうですね。でこのユスリカとか蝶梅を対象にした、まあ、芳香剤とか、まあ、蚊よけリングとは言えないですけど、虫よけリングですねとかいうものが、まあ、販売されて、ユスリカ蝶梅向けのものも商品も多いということですね。で、まあ
年中いるんですけど、その茶羽根ゴキブリと、ゴキブリですね。茶羽根ゴキブリと、黒ゴキブリと。で、一般の家庭では黒ゴキブリがほとんどですね。で、茶羽根ゴキブリは飲食店にいると。で、まあ、いろいろついでですけど、このヤマトゴキブリというのが昔からいたんですけど、今もいるんですけど、数が減っていると。で、まあ、書きにくくなってきましたけど、森茶羽ゴキブリって言うんですね。森茶羽って。で、森茶羽見たときに、なんか、お、すごいなというか、もう茶羽そっくりですよね。ところが、その、胸の模様が、ここは茶羽まっすぐなんですけど、森茶羽はちょっと膨らんでるんですね、ここが。それで見分けがつくんですけど、まあ、この茶羽ゴキブリが森にいるはずがないと。いうとこで、外でこの茶羽根見たら、これは森茶羽根に違いないと。はい、蝶バエ飛んでます。飛んでます。ちょっと映ってないですか？はい、これ大蝶バエです。用意していないのに蝶バエがいるって、まあすごいですけどね。で、このようにして、まあ夏の害虫と。まあ他にももちろんあります。で、まあ、これから秋にかけて注意が必要なのが蜂ですね。スズメバチ。で、これは、秋に、まあ、その蜂の数も多くなって、それで餌も少なくなってくるので、攻撃的になって人を襲うことが出てきますので、まあ、蜂は秋に要注意ということですね。で、今ももちろん注意が必要なんですけど、まあ、どんどん数を増やして、巣が大きくなっていってしまいます。ですから、その巣が小さいうちに取っておくのがいいんですけど、まあなかなか思い切れずにいると、まあ、どんどん大きくなっていくとか、あとはその黄色スズメバチとか、その屋根の中とか、もう人の手が届きにくい、その隙間から出入りしてることでやっとわかるとか、まあ、そういう取りにくいところもあって、どうしようかって言ってるうちに巣が大きくなったりするということですね。はい、それで、まあもうすぐ夏休みというところなんですけど、そのこの外に、でその刺される蚊についてはもう人が動いている状態なので、そのまあ虫除けとか、その虫除けを、まあ、成分を含んでいる服とか、まあ、蚊取り線香を腰につけるとか、まあ、そういった対策になります。で、夜については室内に入ってしまっているので、これは体に虫除けをかけるというのはあんまりもうよろしくないと言いますか、まあ、必要がないと言いますか、まあ、お風呂上がりに虫除けというのもちょっとあれなんですので、本当にこれはもう線香とか液体蚊取りとかマットとか、で、ワンプッシュとかとかいう殺虫剤で、もう寝る前の時間に、まあ、殺虫剤を使っておいて、まあ、そのまま寝てもいいし、ちょっと換気してから寝てもいいしという方法がおすすめで、寝る前に潜んでいる赤い蚊などを殺してしまうと。で、まあ、最近ではもう使いにくい状態になってますが、蚊帳とか。まあ、蚊帳だと、まあ、殺虫剤を使わなくていいということになりますね。で、まあ、こういった対策で、まあ、有効であるということになります。はい。まあ、いろいろ、言ってきましたけども、まあ、夏の害虫ということで、まだ書ききれない害虫たくさんあります。以上です。この、動画が役に立ったと思われる方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。できましたら、高評価もよろしくお願いします。では、またお会いしましょう。